現存しない星座の一つ、アルゴザ1684年のアクタ・エルディトラムに掲載されたグラディエレクタールズ作戦 s イ現存しない星座では、様々な理由により、星座として認識されなくなった、または国際天文学連合の公式の星座に採用されなかった歴史的な星座について説明する。1930年以前、これらの現存しない星座の多くは、 少なくとも一つ以上の国や文化で伝統的なものだった。その中には数十年しか続かなかったものもあれば何世紀にもわたって言及されたものもあった。それらのすべては現在では古典的または歴史的価値をだけを持つものと認識されている。現存しない星座の多くは物、人、あるいは神話や実在の生き物の名前にちなむ複雑なラテン語名を 思っていた。扱いにくい名前を持つ星座は便宜上短縮された。例えば、スキュータムソビエシャナムは、スキュータムに、マンズメンサイはメンサに、アプラタススカルプタースは、スカルプターに省略された。北半球の空の現存しない星座のいくつかは、伝統的な明るい星座の間の隙間を埋めるためだけに作られた。南半球の空では、 赤道以南に到達した航海者によって15世紀頃から新しい星座が作られるようになった。イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ諸国は自分たちが作った星座を普及させようとした。異なる星座の間で領域が重なり同じ星を含む場合もあった。これらの星座は古い本、星図、星表によく見られる。 現代の88個の星座の名称と教会は、ウジェーヌ・デルポルトによって標準化され、1930年に国際的な合意の下で IAU により認定された。現存していない星座のほぼ、すべては、教会に設計と石位の線に従わない部分がある。ため、現代の星座と指定された教会が異なる。アルゴザは、トレミリの48星座の中で唯一公式の、 星座から除外された星座である。星座が大きすぎるため、龍骨座、保座、友座の三つに分割された。壁面四分儀座は1795年に作られ、現存する星座牛海座と龍座の間に置かれた。四分儀座流星群はこの星座にちなんで名付けられたものである。エリダヌス座53番星は、かつて所属していたブランデンブルクのオウシャク座から、 王尺を意味するセプトラムの別名で呼ばれている。ありがとうございます。